徳川四天皇は、安土桃山時代から、江戸時代初期に、徳川家康の側近として仕えて、江戸幕府の樹立に功績を立てた、堺忠次、本田忠勝、坂木原康政、井伊直政の四人の武将を検証した古障。仏教の四天皇になづらえている。類似の概念として、さらに十二人を加えた、徳川十六神将がある。本田忠勝、 坂木原康政、井伊直政の三人は1590年の徳川氏の関東違法から1600年の関ヶ原の戦いまでの時代に、徳川氏の家政と関ヶ原の戦いに関わる大名工作、戦後処理に中心となって活躍して、幕府の基礎固めに功績があり、特に彼らを指して、徳川三人衆もしくは、徳川三傑と呼ぶ場合もある。 徳川四天皇の名称はいつから使われたかは定まらない。例えば歴史学者の中村達夫は徳川四天皇の名称の使用開始年代は不明とし徳川三傑については坂木原家父を出展として1586年9月に使われ始めたとしている。中村によれば1586年9月に徳川家康の名城として上落した三名を 上型の武将たちが徳川三傑と言い出したのが始まりだという。その後、本田榊原、肝、イの三名は翌月、徳川家康上洛に随行していずれも除位され、これに酒井を加えた四名の徳川四天皇の名が交換も手早されるようになったと上越市文化財審議委員の村山和は考えている。1894年に、 フレデリック・ビクター・ディキンズが書いたパークスデン第2巻では、個人名は書かれていないものの、E、ホンダ、酒肥原、酒井の四子が俗に、英語、ザ・フォー・ヘブン、キングス・オブ・ブッディズムと呼ばれていたことを述べており、明治中期には日本人だけではなく、英国人も知るほどに人口に感謝していた。四天皇は、その後、1589年の家康関東移法時に、 家康配下の大名としていずれも満国以上となり、徳川家の重臣としての地位を確立する。すでに、徳川家臣団中、当主一門を除いては最高の家に、官職にあった家は、家中最高の十二万国を与えられて、高崎藩を律藩、坂木原は、関東総武教県環状型支配に任じられて、縦林藩十万国を律藩、本田は年寄りに任ぜられて、 大滝藩十万国を立藩した。堺中治は1588年にすでに隠居しており、後継の堺へ次ぐが下草薄い藩を立藩したが、わずか3万0千国という低い待遇を与えられ、他の四天皇とは明確に格差が開いていた。これについて、国学院大学教授の根岸茂雄は、堺はもともと三河府大筆頭であったが、 家康の関東天保時の家臣団統制強化策の一環として、新山の武将を抜擢する方針があり、新しく台頭してきた本田、坂木原、E の三名が家中で重きをなし、旧支配置の三河では、東、三河州の旗頭として古い権力を持っていた。坂井は、以前の松平信康自陣事件の責任を取らされて、低い六高に甘んじたとしている。だが、 その後になって、本田、坂木原、伊野三名の所領の配置と国高を決定したのは、豊臣秀吉であるという有力説が登場したことで、単純に家康による家臣団統制の観点のみでの議論が成り立たなくなってしまっている。筆頭は、坂井忠二と言われている。また、一部の学者は、本田忠勝、または、伊野ナ大政が筆頭であると唱えている。この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます。徳川三欠に関するカテゴリー。ありがとうございます。